太陽の動く位置、南中高度が変わるので、この角度っていうのは今日夏至の日なんですけど、夏至の日なので今日64度になってます。他の季節がこんな感じなんですね。ここにちょっと見本があるんですけれども、春分秋分は45度で、冬至になると10度まで下げます。でやっぱりこれそう、冬至のやつ見てもらうと分かるんですけど、冬至のやつで今の時間測ろうとしても多分無理なんですよ。なので、まあ、時期によってこういう風にね、角度を変えてうまく時間が取れるようになっていう工夫をしてます。で、この十二支がずらーっとね、周りに書いてあるんですが、十二支の外側、この辺冬至とか春分がこの辺かな、で夏至がここなんですけど、これ中国の二十四節気っていう暦になっていて、今の首里城公園は秋分秋分春分秋分夏至冬至の年に4回しかこの角度変えないんですけど、王国時代、琉球国時代はこの二十四節気に倣って年に24回角度を変えてうまく時間が取れます、取れるようにっていう工夫をしてたというふうに言われています。今が俺の時計5分ぐらい進んでるんだよな、23分なので、まあ、あと 7,8 分ぐらいで多分ちょうどね、ここ馬の刻になると思います。で今の時計、こういう時計ですね、2周で24時間だと思うんですけど、この時計は1周で24時間なので、例えば根の刻、これが今の時計でいうと12のところですね。で今の時計風に言うと12、1、2、3って進んでいくんですが、これ1個進むと、干支が1個進むと時間2時間進みます。なのでちょうど真下がお昼の12時っていうような形になるわけですね。